それではお待たせしました、本日の役員会の概要を報告します、まず安倍総裁から延長国会でも引き続き党役員のご協力をお願いする。昨夜の日本代表の試合のようにしっかり守りを固め身を引き締めていきたいというお話がありました。また明日は TPP、 明後日は党首討論だ。最後の最後まで緊張感を持って審議を行い結果を出していきたいというご発言でした。高村副総裁からは延長国会にふさわしい成果を出していただければと思うというご発言です。森山国対委員長からは本日野党から予算委員会の集中審議や加計理事長の国会招致、さらに佐川前理財局長について偽証罪で告発を検討するよう申し入れがあった。これらの申し入れに対しては予算委員会の筆頭間で協議していくと回答しているということです。憲法改正国民投票法について26日に提出予定だと。憲法審査会で速やかに審議入りし、参議院ともよく調整しながら成立に向けて努力していきたいということです。関口参議院国対委員長からは、明日は TPP で対総理質疑、明後日は党首討論を行うことで合意しているということです。塩谷選対委員長からは、参議院比例候補者の現職及び新人のヒアリングをほぼ終えたという報告がありました。岸田政調会長からは、明日は質詢を行うという報告がありました。最後に竹下総務会長からは、明日は総務会を開催するという報告がありました。以上です。あとは二階幹事長からお願いします。ご苦労様でございます。今週から国会が正常化し、本日は参議院で集中審議が行われました。延長国会も慎重な審議を進めていくことが当然のことであります。引き続きよろしくご協力をお願いしたいと思います。以上です。何か質問があれば。はい、NHK サジルです。今も言及ありましたけれども、延長国会、審議正常化ということで、明日 TPP の委員会採決、党首討論と、明日たって入っているわけですけれども、改めて、この延長国会、今それにふさわしい成果をといったような役員の言葉もありましたが、幹事長として、与党として国会をどうするか、まず一言お聞きください。ちょうど国会がこの延長でありますが、引き続き、この党役員の協力をお願いするとともに、今後この TPP 25日は党首討論がありますから、最後までご協力をお願いしたいというのが私どもの今の願いであります。それらを経て、審議にはあくまでも慎重でありたいと思っておりますから、そういう意味でご協力をお願いすることで、日本経済新聞の山崎と申します。世論調査についてお伺いいたします。日本経済新聞とテレビ東京の6月の世論調査では、内閣支持率が 52% と先月に比べて10ポイント上昇しました。森友学園、加計学園問題をめぐっては依然として納得できないという回答が多いわけですけれども、こうした中で支持率が大幅に上がっているというこの状況について受け止めを教えてください。ただいまご質問の中にもありました通りですね、それにもかかわらず支持率が上昇しているということに対して、ただいまはこの今日まで国会は何も森友家計だけの問題ではないわけです。ですから他の分野でも我々が真摯に対応しているということに対して一般の評価がそこにあるんだろうと思っておりますが、
に、おごるというかね、いうのは楽観することなく真剣に対応していきたいと思っています。はい、自動審議員さんです。はい、森山あの国会委員会から、役員会の中に当てがあった野党側が求めているあの過去は国税局というか商品商売での告発という点について一応筆頭感でという話でありましたが、官庁としてはご対応どのようにお考えでしょうか。そのことに関して特に我々の中で特に議論したわけではありませんから今のお話を聞いて、まだ検討していると思います。他にありますか。毎週の日中、今自民党は定数を全部6増する参議院選挙制度改革、公職選挙法の改正を目指すんですけども、環境としては今回成立を目指すのかどうなのか改めて今回お伝えします。こうした問題に関してはこれ党内の論議ももちろん重要でありますし、同時に、国民全体の皆さんが、どうお考えになっているかということも極めて微妙で重要なテーマですから、そこはよく見極めてから対応したいというふうに思っています。よろしいですか。はい、共同通信の中西です。本日午後の参議院予算委員会の集中審議を行われましたけど、幹事長これをどのようにご覧になったかというのとですね、今日の審議をご覧になって野党側が求めている衆議院での予算委員会の集中審議の必要性についてはどのようにお考えでしょうか。今日の総理のご意見に対して我々はそれはじっくり聞いとる時間がなかったんですが、実際の話は聞いておりませんので、後にまた新聞庁で拝見したいと思います。よろしいですか。はい、じゃあ以上で幹事長の会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。